1905年5月27日4時50分、日本海軍の軍艦信濃丸が暗闇の中に小さな明かりを発見した。ロシア軍のバルチック艦隊である。司令長官東郷平八郎を率いる日本海軍連合艦隊は、対馬沖にて当時世界最強と呼ばれていたバルチック艦隊を迎え撃った。日本海海戦の火蓋が切って落とされたのだ。本日天気晴朗なれども波高し。東郷は旗艦三笠に Z 旗を掲げ、全軍の士気を奮い立たせる。広告の後輩この一戦にあり、各員一層奮励努力せよ。午後2時5分、敵前8000メートルで連合艦隊は突然左に150度の U ターンを開始。後に統合ターンと呼ばれるこの戦法は、敵艦隊の頭を押さえ一気に叩くという画期的なものだった。これによって主力艦を失ったロシア軍は迷走、バルチック艦隊に壊滅的な損害を与え、日本海軍連合艦隊は史上稀に見る圧倒的な勝利を収めたのである。